はい、今日はですね、このね DJI Mavic 3のクラシックが発売されたのでね、紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、この DJI のね Mavic 3クラシックということでね、新しく出ましたので、ちょっとこれ買ってみましたけどね、ちょっとこれ開封していきたいと思います。はい、今ね袋取って、でここも開封していきます。まずはこの上段の箱をね出すと、ちょっといつもとちょっと入れ方がちょっと違いますね。でここに送信機が入ってましたね。であとその下段のところに本体が入っているようなね形です。でまずじゃあここ、送信機ですね、送信機を出して、であと説明書、それとあとこっちに充電器ですね。はい、でここから入って以上ですね。はい、こっちなんか少し下に浮いてるかなと思ったので、なんか入ってるかなと思ったんですけど、これ入ってなかったですね。はい、で説明書と、あとはこれ充電器ですね。ちょっと使わないかもしれないですけど、開けてみましょうかね。はい、で今回充電器も直接あれですね、もうこんなコンパクトになりましたね。なのでこれを直接コンセントに挿して、でバッテリーのハブとかの充電ですかね、これね。でこっちが CC ですかね、あ違いました、 USB と C か。はい、ここに USB を挿しておいて、 C で送信機とかねバッテリー両方同時にできるっていうものだと思うんですけどね。はい、こんな形で入ってました。この送信機と、あとこれね、あの予備のスティックですね。なんかスティックが短くなりましたね。ちょっとこれか開けていきます。はい、こんな形で、でもうこれあれですね、あの DJI のミニプロとね一緒ですね、形式がね。はい、で今度本体ですね、本体の方は開けていきます。よいしょ。で本体を取り出したら、この中にまたねプロペラが入ってます。まあこれ出せばもうカラーですね。はい、でこの本体は出しましたけど、ちょっと本体のちょっとカバーが違ってるような、あそんな変わってないのか、あちょっとここ変わりましたね、ちょっと変わりましたね。あこのホックみたいなのがここに来ましたね。であちょっと全然違う、 Mavic 3のシネオあるんですけどね、ちょっと全然違いますね。ここもね、なんかこう軽くなってつけやすく、取り外しもしやすくて、つけやすくもなった感じですかね。はい、こんな形でカメラ向く、あこれしまいやすいかもしれないですね。はい、で後ろで閉じるような形ですかね、これね。そう、前はこうホックみたいになってたんですけど、これただ引っ掛けるだけみたいな形ですね。でなんかプロペラの収まりもなんかいいような感じしますけどね。はい、でもう一回外して、であと他にちょっと違いがあるのかどうかですけど、まあ一番の違いはね、ここのカメラがね、今まではあのズームついてて、こうカメラが2つついてたんですけどね、これが1個になった形ですかね。はい、で広げていくと、まあ、こんな感じで、はい、こんな形ですね。はい、以前のこっちのね、これ Mavic 3 シネですね、普段使ってるやつです。でまあパッと見形状は変わらないけど、このケースがね違って、前はここがこうホックみたいになるんですよね、なんかこう引っ掛けてパチってなるような感じだったんですけどね。でこれ外します。で外すとカメラがこうやってね2個ついてるっていう形なんですけど、
ちらはここですね。ここを外してでカメラが一つっていうね形です。だからもうこんな違いがありますけどね、はい、であとは基本変わらなかったと思いますね、はい、で通常であれば送信機の方はこうバッテリーが多少入ってて、こっちのね機体の方のバッテリーは基本入ってないので1回充電する必要があるんですけどね、今回は他の機体のねバッテリーがありますのでこれでちょっと電源の方入れて設定の方していきたいと思います。でまず電源を入れて、でこれも全くねミニ3と一緒ですね。でまた設定やって日本語、一番初めに日本語を選んでもらいます。で次へ、でこれ読んでもらってね、よく読んでもらって同意、そして日本を選んで次へ、であとねこの Wi-Fi を拾ってつなげてあげます。はい、で Wi-Fi がつながったので次へ、でここも時間がね今中国になってますけど日本のね時間に合わせて OK、ね、で次へ、であとここメールアドレスをね、だから初めての方はこのアカウント作成でも、元々のアカウントがある方はねいつも入ってるアカウントで、はい、でメールアドレス行くとね今度アクティベートっていう風にねなりますので、でそうするとこんな風にね DJI のね改善プロジェクトに参加っていうことでね参加してもらって、であとようこそで、通常初めての方はね開始していろいろ見ていけばいいと思います。で慣れてる方はこの右上の方にスキップがあるので、ね、スキップをしてもらって飛ばします。はい、で初期化が終わってこんな音楽が始まってくると OK ですね。でこれも面倒なので、面倒っていうかこれもスキップをしてね飛ばしていきたいと思います。はい、でこれも全部 OK で次へ、でこの脳の改善プロジェクトね、いろいろ見ていってもらって、まあ参加する参加しない選んでもらって、であとはこうチュートリアルがね始まります。はい、押していくと、でもういつものこの画面にね出ましたので、ちょっと機体の方のね電源を、お尻をね一回電源をね、はい、今機体の方のね電源を入れました。はい、で基本今つながったんですけれどもね、普通にこうゴーフライ、自然にこの DJI のねアクティベーションにねつながりましたね。今ちょっと更新してなかったんですけど、ちょっと更新しないでゴーフライを押したんですけど、もう自然にねアクティベーションしてくれるっていう形ですね。はい、こんなね表示がね出てますね。はい、ちょっとこれもまた時間かかりそうなので、ちょっとねアクティベーション待機ですね。再試行って出ましたのでね、再試行、まあ一回バツだから、ここにファームウェアの更新がね出てますけど、でここにアクティベーションね同意します。
ちょっとまた待っていきたいと思います。はい、アクティベーションが終わりました。で、完了で更新、もうこれね、一回やっとけば大丈夫ですので、ちょっと手間で時間かかりますけどね、一番初めだと思ってね、ちょっと我慢してもらって、で、たまにネットワークが切れてる場合がありますので確認してもらってね。はい、ネットワーク切れてないけど遅い場合もありますけどね。ちょっとこれはね、比較的いつも時間がかかるのでね、ちょっと送信機の電池がもともと35しか入ってないんですけど、はい、ちょっとネットワークを確認して、ネットワークここにね Wi-Fi 4本入ってるんですけどね、ちょっとまだここ失敗なままですね。ここ失敗で、本当だったら再試行するんですけど、ちょっとゴーフライをしてみます。はい、そうするとカメラがね、はい、映って、でか上と下ですね。はい、で一応これで映りましたね。はい、でカメラも結構上の方までね映るような形です。でも初めからこっちのね、後ろの C1 のボタンはね、下向いたりまっすぐ向いたりね、もう設定がされてますね。で C2 こっちのね方はカメラの設定ですかね、ライト、補助ライトがオンだで、オフっていう機能がねついてます。まあここはまたカスタマイズ、送信機のところでねカスタマイズできますので、まああとここら辺をねまたいろいろとお好みにしててもらえばいいのかなと思います。そうですね、ほぼほぼもうほとんど設定することがなくね、もういろいろ初期設定みたいなのしてありますので、あとあれだけですね、この戻ってここのね再試行のとこだけね、ちょっとねやってもらえばいいのかなと思います。はい、またねこれちょっと時間かかりますのでね、はい、またこれも機体登録してね外行って飛ばしてみたいと思います。